どうもおはようからこんばんは、若殿です。ザ・クルーの実況を始めていきたいと思います。今回私が乗る車はランボルギーニ三浦、三浦さんです。どうですか、このランボルギーニらしさって言っても、私あんま車詳しくないんで、今のランボルギーニぐらいしか、まあ、見た目的には知らないんですが、どうもこれは古い方らしいですね。こちらを乗って例のマイアミの続きですねを名所巡りしていきたいと思います。まあ、早速目の前にあるのでそこに行きましょう。マイアミ空港です。まあもうすぐなので、もうちゃっちゃと入ってしまいましょう。で次はですね、この辺ですね、もうすごい多いです短い距離にも5つぐらいあるので、もう一気に行ってしまいましょう。マイアミダウンタウン、こちらに向かって行きたいと思います。いやー、最近ですね、もうゲームが忙しいのなんの。まあもちろんこのゲームもありますし、あとはメタルギアソリッドもあります。でですね、この前まあ後輩にですね、ドラゴンズドグマのオンラインに誘われまして、そちらもプレイしていこうと思います。まあもともとドラゴンズドグマは私プレイしておりまして、一度クリアして、で、まあ、後々追加要素を加えたドラゴンズ ドグマのダークアリズム、こちらをプレイしたんですけれども、まあ途中でやめました。あの追加要素を全く味わうことなく、ただのドラゴンズドグマで終わりました。でそれのオンラインということで、まあ、以前ベータ版を配信していたんですけれども、私はダウンロードしただけで終わりました。なんかプレイする期間があったんで、まあ、それに間に合わなかったって言いますか、まあ、それで最初モチベーションが、まあ、切れてしまったんですよね。もっと今スラローマするつもりはありません。いくらマシンの性能が良くったって、今回私は名所巡りです。でね、ザ・クルーとメタルギアとドラゴンズ・ドグマ、ゲームの内容自体は全く異なる3種類をプレイするのもなかなか面白いかとは思いますが、私のスケジュール的に果たして大丈夫なのか。仕事をしながらゲーム3本掛け持ちというのもきついですね。基本私掛け持ちはしないんですよ。1本やって次のソフトみたいな感じで、基本的にゲームをしないっていう時はないんですけれども、掛け持ちは無理ですね。さてどんどん進んでいきます。メタルギアの動画を見てくださった方はいると思うんですけれども、結構できることが多くてですね、すぐには終わらないんですよ。ドラゴンズドグマオンラインも、まあ、オンラインゲームなのでやることはやはり多いでしょうね。そしてこのザ・クルーもオープンワールドということで、こちらももういろいろやることがあります。それだらけで、果たして、まあ、なんていうんですかね、果たしてプレイしきれるかどうかですね。ここはショッピングモール的なものではないですね。なんか観光名所なんでしょうね。シアターって書いてますね。映画館でしょうか。もう目の前に名所があるので、もうウェイポイント設定はせずにこのまま進んでいきましょう。で全然車のこと言えてませんでしたね。外観はこういった感じです。今のランボルギーニ、まあ、後ろから見るとそれっぽくは見えますもんね。でもなんで三浦なんでしょうね。なんか日本人の名前みたいですよね。なかなか親近感の湧く名前ですね。まあ私の周りに三浦さんって人はいないんですがね。さて、コーフラル・ゲーブルズ。なんかすごい名前ですね。こちらに進んでいきましょう。
仕事をしながら3本のゲームをプレイして、それの動画を上げていくっていうのはなかなかハードなスケジュールです。3作品ともオープンワールドで、まあ、作風の異なるゲームなので、いろいろ面白みはあると思いますがね。そこまで私はゲームの好き嫌いはないので、あれもやったりこれもやったりっていうのを繰り返してますね。さて、このココナッツグローブ、ここで終了にしましょう。ではこちらまでは一人称でいきましょう。内装はこういった感じですね。目の前にオンラインプレイヤーがいますね。彼はそのまま直進していきましたが、私は左に曲がります。失礼。いや、これから私は一体何本の動画を上げていくのか、まあ、その辺温かく見守ってください。できれば続きも見ていってくれると助かります。さて、着きました。ココナッツグローブ。今のオンラインプレイヤーですね。すれ違いましたね。さて、ではこの辺でしょうかね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。若殿でした。